地球最後の日は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フューシリーズ1台には、脚本は、ラッセル・ティー・デイビス、監督は、ユーロスリンが担当し、イギリスでは、BBC1 で2005年4月2日に放送された。日本では2006年9月26日に、NHKBS2 で、初放送された。撮影ロケは、主にカーディフで2004年10月に、行われ、 追加シーンは2004年11月と2005年2月にカーディフとペナースで撮影された。スタジオでの撮影は2004年9月から11月にかけてニューポートのユニット級2で行われた。本エピソードではカサンドラとフェイスオブボウが初登場を果たした。イギリスでの視聴者は約797万人を記録した。異星人のタイムトラベラーである9代目ドクターが 新コンパニオンのローズ・タイラーを50億年後の未来へ連れて行き、赤色巨星と化した太陽が地球を崩壊させる様子を見物するために、無数の異星人が集う宇宙ステーションのプラットフォーム1を訪れる。しかし、人類のゲストであるレディカサンドラは、プラットフォーム1に破壊工作を仕掛けて賠償金をせしめようと、格索する。雲型ロボット、地球最後の日は、新シリーズの ドクター風がどこまでできるか威信を示すために制作費をかけて壮大な映像を作り上げたと考えられている。プラットフォーム1は宇宙で最も豪華、裕福で影響力を持つ異星人のためのホテルのイメージで設計された。エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスはカサンドラのキャラクターは女性セレブの受ける美顔術にインスパイアを受けたと語った。本エピソードには 終盤でドクターが自らの種族の最後を明かす役割があった。地球最後の日は次話、賑やかな死体と共に第二制作ブロックの一部としてスケジュールが組まれた。ジャッキー・タイラー役のカミー・ユ・コデュリのシーンは第一制作ブロックの間にあらかじめ撮影されており、これは彼女が出演した映画ザ・ビジネスのスケジュールとの兼ね合いによる このシーンは2004年9月7日にニューポートのユニット級2で撮影された。主な撮影は9月22日からユニット級2にてスタジオ内で開始された。プラットフォーム1の内装の多くは10月6日から14日にかけてカーディフのテンプルオブピースで撮影された。10月20日の賑やかな死体の収録の間、ペナースのヘドランズスクールで複数のピックアップショットが撮られた。 Q2 での制作ブロックでの主な撮影は10月22日に終了した。撮影の利便性を図り、現代の地球でのドクターとローズのシーンは11月9日に第3制作ブロックで撮影された。チャーチルウェイのヘルモントハウスとクイーンストリートで撮影が行われた。ダクトなどの追加ショットは11月26日に Q2 で撮影された。カサンドラの動作が複雑であったため、 彼女に関するシーンが削られて、地球最後の日は放送枠よりも時間が短くなった。穴埋めのためにデイビスは配管作業員のラッファローを思いつき、ラッファロートローズのシーンは2005年2月19日に撮影された。デイビスは二度とあのような金のかかるエピソードはないだろうとジョークを飛ばした。これは地球最後の日に膨大な CGI が用いられたためであり。 カサンドタとクモ型ロボットは共に全て CGI で制作されていた。203もの視覚効果は完成に8週間がかかり、映画グラディエーターの約100倍の視覚効果と比較された。2011年のドクター最後の日の時点では、ドクター風のエピソードに特殊効果はそれほど多くは使われていなかった。バルフーンの長老モックスはもともとは アニマトロニクスの予定であったが、これは、グローブパペットへ変更され、さらに分厚いゴムのフルスーツとなった。俳優ジミー・ビーは同様の役を演じていたが、モックスの衣装を着るのに苦労したと述べた。ジェイブはもともと樹皮に似せた顔のデザインであったが、ヨーロッパシラカンバのデザインにすることが決定された。劇中で iPod と呼ばれたジュークボックスが流した曲は、 ソフトセルのテインテッドラブとブリトニー・スピアーズのトキシックである。トキシックは実際にはレコードとしてリリースされておらず、制作チームはホニエピソードのために実物大模型を制作した。劇中に登場した異星人カサンドラは CGI で制作され、声は女優のゾーイワナメーカーが担当した。ワナメーカーはカサンドラ役でシリーズ2第1話新地球で再登場した。 地球最後の日は、コールドオープンで始まり、これはこれ以降の、ドクター風の標準となった。本作が、コールドオープンを採用した初めてのエピソードであり、それ以前には、カストロ・バルバや20周年記念スペシャル、ザ・ファイブ・ドクターズ、25周年記念リメン・ブランス・オブ・ザ・ダーレクスでテーザーが流れる程度であった。2006年3月のラッセル・ティー・デイビスのインタビューによると、 彼は本エピソードを前話マネキンウォーズの直後に放送するように BBC へ要請したが放送に調整が間に合わなかった。アメリカでは再イ,イが2話連続で2006年3月17日に放送され161万人の視聴者を記録した。日本では2006年9月26日に NHKBS2 で初放送された。 地上波では2007年8月28日に NHK 教育で放送された。2011年3月19日にはララ t v で放送された。地球最後の日はイギリスで730万人の視聴者数を記録し、これはマネキンウォーズから260万人減少したことになる。最終値は797万人であった。雑誌。 ナウプレイングのアーノルド・ティー・ブランバーグは地球最後の日の評価を A マイナスとし壮大さとエクルストンやパイパーの演技とそのキャラクターを称賛した。しかしクライマックスのペースには問題があると感じた。SFX は放送するのが早い思い切ったエピソードだがうまくいっているとして異星人の概念がクラシックシリーズを想起させる点を高評価した。ただし 出来事のドラマすべてに完全に魅了はされなかったと述べ、カサンドラを見殺しにしたことについて批判しつつ、素晴らしいシーンの枠組みを提供したとコメントした。新シリーズの紹介風イズ・ザ・ドクトルでは、クレアム・バークが地球最後の日を絶賛し、ドクターとローズの間にある感情のつながりを特に称えた。バークはカサンドラの掲示をさらに強く描写しても良いと感じたが、 物語の成功の多くはカサンドラによるものであるとコメントした。バークの共調者であるロバート・スミスは医師に幅広い感情を付与することでクルストンが輝けると付け加えた。ただし彼らは巨大な扇風機の廊下については馬鹿げていると批判している。2013年にはラジオタイムズのパトリック・マルケーンが大胆さ、キャンプ、感情、キャラクタードラマといったデイビスの ドクター風に期待される全ての要素が地球最後の日に詰まっていると述べた。ザ・エ v クラブの批評家であるアラスター・ウィルキンスは地球最後の日に B の評価をつけ、エピソードはプロットに関与しないものの登場人物の重要性とドクター風の再導入に成功したと評価した。ありがとうございます。